はい、いきなり飛びました。リワインド渋谷店スタッフのアルです。昨日指を痛めた中村名人です。日本4人目の上村です。というわけで今日は実はまあちょっと僕と名人共通の知り合いがですね、はい、久しぶりにヨーヨーやりたいと、じゃあもう連れてくんべやと、はい、じゃあ早速名人に喜んでいただいて、はい、じゃあいきますよ。はい、一太郎さんでーす。よっ、おっ、おっ、どうも、連れてこられました。青鬼プロ所属の愛一太郎と申します。声優です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、はい、アイさん、昔やられてて最近また興味を持った。そうですね、コロコロのやっぱブームの時にバーってハイパーヨーのブームの時やってて、うん、中村名人とかだからもう雲の上に、あ、俺雲の天井に釣り仲間になっちゃいましたけど、ただの今釣り友達ですね。それでやってて今ヨーヨーすごいことになってんぞみたいなこと聞いて見てみたらそういうことになってました。あ、久々に実際にプレイしたりとか、まあ、ちょこっと触りました。なんか本当に動画とかそれこそリワインドさんの動画とか見てちょっと触ったんですけど、理解が及ばん。言ってることがわからん。ちなみになんか技やってぶつけたら買い取りで。ちなみに坂井さんがいるところが一番高いゾーンです。俺もが立ち位置あるここ。こんな技得意だったよとか、今ならこれできるでみたいなありますか。ベーシックな横と縦はできたはずなんですけどね。あ、ブランコとか。あ、ブランコは多分できた。あんま大口だと怖いかな。できると やった方がいいですか。そうですね、じゃあちょっとやってもらいます。ちょっと気持ち、どんなに気持ちの、はい、あー、もうなんか楽々、さすがに余裕でできてますね。でもやっぱり引き戻しでもよく回るっすね。そうなんですよ。じゃあちょっとレベルを上げて、はい、ブレインツイスターとか、どっちか、こっちからやっ、あ、そうです、上げて下げるんだっけ。はい、はい、キャッチどっち見るんでしょ。あ、合ってます、合ってます。よかった、よかった。怖い手慣れてたブレインツイスターじゃん、今の。めっちゃ手慣れてるよ。手慣れてます。ムーンサルトとか設定あ、余裕だよ、余裕。ありました。投げるのが余裕だもん。ありました。パワーがこもってますね。じゃあそのアイさんに、はい、最新の最新バインドヨーヨーを使っていただけたと、はい、大きく出てくるヨーヨー、生温かい、生温かいバインドヨーヨーが温めておきました。温めておきました。すいません、もう寒い時期ですから、すいません。よく出てくるクラウンってやつです。あ、そうです。めちゃめちゃ名前だけ大きく。バインドヨーヨーちょっとだけ触ったことあるんですか。そうですね、触ってあります。あ、なるほど、はい、僕ちょっとすぐやっちゃうんですけど、おー、変わってます。完璧じゃん。完璧です。バインドはできるんです。はい、ただトリックはハイパーウェイで止まってるんですよ。あー、なるほど。だからせっかくならこれでできるやつをいっぱい教わりたいよっていう感じはしますよね。あー、そうですね。日本ヨーヨー連盟 JYYF の決定っていうのがありまして、セット1から4までそのそのレベル1っていうのがあるんですけど、ラセレーションっていうトリック聞いたことない。おそらくできるんじゃないかな。待て待て。ちょっとやってもらいたいなと思って。はい、待ってます。この状態から紐を浮かせて、もうはっ。紐とバスケじゃないですか、レイナ。そうですよ。で、最後はバインドをしてキャッチという技です。やるの？やってみてください。多分僕ですか？はい、できると思うんで。もう一回見ていいですか。もう一回行きましょうか。はい、ちょっと無視していい、正面からいいですか。正面から、はい、はい、これをふわっと浮かせて、簡単ムーンサルトだな。そうだね。実はこっちの方がモテなんだ。ちょっと練習しますで、はい、ふわっと浮かせて、浮かせて、あ、おー、決まった。すごい、なんで決まったかわからん。怖い。はい、おー、すごい、乗るんだ。ああやってあれば乗りましたね。すげえ重要なポイントが2つあるんですよ、はい、それを聞かずにもうクリアしてるんですよ。ダメじゃないですか。ダメじゃないですか。見ただけでできてるのがすごいですよ。説明してしなかったっていう時点でどういうことですか。鬼だなって思って、家の見舞いでやってるんですよ。昔からの教え方や。職人のやつです。はい、そうなんですよ。結構あっさりできちゃったんで。いやいや、たまたまね。でももう一個
はい、挑戦してまいりたいなと思うんですけど、プラスチックミックっていう技があります。はい、ポケモンを見せたいと思います。また何も教えてないでしょ。職人。これはさっきと同じで横に投げます。で、ピースを作って、指をこの下に入れます。はい、でこの状態で、こう半円描いて、乗せる。この時も、こう、指を半円描いて、容量の近くに当てると、当たった衝撃で、それがワッとかかる。こうやってまずピースにする、はい、そうです。で、この後どこに指を当てる？ここに当てる。なんで乗るん？そういう仕掛けなんすか？すごい。びっくり。え？こっちやってる。あ、完璧です。でもたかんで、とてもびっくりしてるんですけど、まあ、でも今の2つが、マインドヨーヨーならではの技。普通のやつだったらこう戻ってきちゃうんですよね、この人はね。はい。戻ってこない保持をして、すごいですね。すごい。はい。今、バインドのヨーヨーを使っていただいたんですけれども、ただ一個だけ注意点がありまして、これ実はループングができないんですよ。ループングトリックっていう。あ、同じような形、はい。そうなんですよ。はいはいはい。ループループとかやる場合は、幅が狭い、薄いタイプ。昔で言う、本当にファイヤーボール、このレイダーみたいな、こういうタイプでやると、こんな感じに。なんかスルスルできないっつって。ラルン。お、やりやす。ま、マジ？完璧じゃん。完璧ですね。手首の配信が完璧にはガチで動いてないから。そうね。無駄がない。普段相当やってましたね。そうですね。相当読めない。いや、じゃあそのルーピングとストリングス、はい、分かりましたけど、はい、全部違うわけじゃないですか。そうですね。どれ買ったらいいのなりますよ。なりますよね、はい、値段の差は何なのと。そうです、ね、中身が違うの、はい、それともこれは本当の金なのそんな感じありますよね。気になりますよね。はい、はい、ざっくり説明しますと、こっちですね、ルーピングの方はそんなに種類の差はないんですけど、こっちのバインドのように関しては結構いくつか種類がありまして、プラスチックのものがあります。これは結構まあ2000円から3000円、4000円くらいで、まあ入門におすすめな。で、このワンランク上のものになると、モノメタルって呼ばれる金属のもので、これが大体、まあ、5、6000円くらい。こちらに置いてあるのもこれです、うん、はい。そのさらに上になるのがバイメタルっていう2種類の金属を使ったもので、まあ、これ何がいいかっていうと、外側に比重を重く乗せることでより回転力が増すという感じなので、こっちの方がより長く回るし安定感もありますし、もうより競技志向という感じになるんですね。はい、先生。はい、じゃあ全員これでいいじゃないですか。そうなんですよ。ただですね、やっぱり価格がそれぞれ違いまして、うん、まあ、プラスチックの方が、まあ、お手頃価格で手に取りやすいっていうのがあったりとか、うん、まあ、車で言うとなんか乗用車とかスポーツカーで不安感ぐらいの感じなんですけど、結局なんか次行くのは最初からここ買っちゃえばいいじゃんっていう、その、あ、でも全然それでもありだと思います。普通に使いづらいわけではないんですよ。はい、むしろ使いやすいんで、あのワインドさえできてしまえばこのバイメタルも全然おすすめです。はい、というわけで、もしヨーヨー選び悩んだ場合は、まあ、価格相談しながら、うん、まあ、できればいいものを使った方が調達スピードはなると思うんで、はい、うまいこと見繕ってって言っていいんですか、そのリワインド。あ、そうですね、はい、リワインドに来ていただければ、あのその辺はご相談に応じていろいろ提案させていただきますので、というわけでぜひお見せしてもらそうです。ぜひお店に来ていただいて、ぜひご購入ください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、6階にいたんですけど、天井抜けて下落ちてきました。ライさん、うまかったっす、ね、練習してない。でもね、ちょこっと触ったっす、ね、好きだから。これはでも初めてやりましたよ。初めて読めないぐらい。そうそう。アルチュンよりまずは決まってたんです。ちょっとミスしたらね。あの人気いいね。緊張してるじゃん。ハイパーヨーヨーの時、まあ言い方失礼ですけど、あのヨーヨーでまたできてたわけですし、そうです。なんかそのポテンシャルを持った人が日本中に隠れてるわけですよね。そうです。ヨーヨー連盟でそれを探し出す仕事をしてるんですけど、ここにいました。実はね、
何ですか昔さあハワイの、まあ、やってたというレベルが遠征をしてたレベルだったっていうPHP とか、まあ、昔 の, そのメッカだった HPK とか、うん、その辺のお話も結構詳しいってことで、じゃあ喋りばっか、うん、今昔物語含め今昔物語、はい、そうですね、いろいろね気になるお話いっぱい聞けると思うので、はい、ちょっとあれやこれや聞いていきたいと思います。何をバラされるのすげー怖いんだけどはい、というわけでじゃあちょっと次回またお話を聞こうと思うんですけれども、今日は一旦この辺ということで、はい、はい、楽しかったです。はい、動画の、高評価とチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。はい、通知もんですね。はい、通知もんでよろしくお願いします。というわけでじゃあ本日はこの辺で、はい、はい、最後ようぼいとしますか。ようぼい最終的に投げる好きだねハルさん。俺が必ず来るとようぼいと言いますよね絶対しないと思いました今まで。あ、こっちに行くなっていうベクトルがすごい感じましたこれでしょ好きだね。じゃあ行くか、せーの、ようぼい。